モツモルです。グレーモルです。というわけで2023明治安田生命 J2 リーグの第4節清水エスパルス対、大分トリニータの試合を見に今から愛知へ向かいたいなと思いますが、今回はですね、慶松園さんの方からちょっと声かけさせて、いただきですね、慶松園ツアーというエスパルスのこの観戦のね、ちょっとツアーの方に参加して、試合をちょっと応援していきたいなと思います。で今回はですね、すぐに、愛知さんに行くのではなくて瀬名川店さんのところから、バスで送迎のバスがあるそうなんでね、はい、ということで送迎のバスで、愛知さんの方へ向かいたいなと思います。それでは早速行ってきます。その後は思うとちょっとキックオフまでちょっと楽しんでいただいて、着きました。アイスターバスだからマジで楽だねしかも今ちょうど10時頃なんですけど、ちょこちょこもう人も来てる。パスをもらいました。タグが渡します。少々お待ちください。ここら辺に貼りました。 OK 先生と、私が担当しますので、何かお困りのことがあったら近くにスタッフいますのでよろしくお願いします。リップルームというところをご案内させていただきたいと思います。まあ、こちらね、よく代表選手見に来るときに使われたりとか、あとまあスポンサーの方の招待とかで、ガラス張りの席のところでまずご案内させていただきたいと思いますので、移動させていただきたいと思います。では行きます。ということで今からですね、基本的には中に、入れないような場所、ビップルームとか、記者会見場とかそういうところにちょっと行ってみたいなと思います。おこうなってんだ。今下通ってってバックスタンド側まで来ました。いつも関係者立ち入り禁止のところなんですけど、ちょっと入らせていただきました。ありがとうございます。スタジアムちょっと入らせていただいたんですけど、なかなか開門前に入ることないからね。本当に僕も開門前に入ったの、去年のこの、コリオのちょっと撮影の時に入らせていただいたぐらいなので、なかなかない機会ですからね。ありがたいですマジで。しかも今からビップルーム入るんですけど、ビップルーム俺ちっちゃい頃に1回入ったことあるらしいけど記憶にないから実質初めてだよね。めっちゃ楽しみだな。写真撮っていただいて大丈夫です。あ、こうなってんだ。あ、そうです、そうです。へぇビップルーム、こんな感じですガラス張りのような感じで、ここはもう空調設備となってるし、めっちゃいい環境だな。座るところさ、大家様のやつスポンサーのやつがちゃんとクッションとしてあるっていうね。ホテルクエストさんのアテンド言いますか、そういうのがありまして、まあ、ご飯のお弁当が出たりとか、あと飲み物も自由に飲めたりとか、何でもありじゃん。ビップルームはなっております。何でもありだねビップルームいつか入れるように頑張ろうビップルームマジ入ったことなかったからすげえ新鮮なんだよね。ここが代表の、監督とかが座るちょっといい席らしいですね。こんな感じ。外の外観はこういう感じ。え、マジでもう今人数座ることないだろうからね俺が代表監督にならない感じ。スポンサーのビールこれ全部飲み放題なんですか？飲みます。
ずるリハーサル中らしい。インタビュールームに入ってみたいと思います。試合の時のインタビュールームって基本入れないからな。こんな感じ。おお、よくリカルド監督とかがここで会見してますね。これ決まってます。会見は決まってます。例えばルバンだとルバン仕様で、また変わった形になります。こんなことがあるんですね。そうです、そうです。これで会見して、こんな感じで、あの皆さんがよく見るような映像かと思います。ありがとうございます。あの次俺が立つ時はさあ、ここがピッチサイドに入ってきました。うるせえ。リハーサル中なんで、あのすごい音響が鳴ってるんですけど、こんな感じでもう目の前がピッチです。試合中のこのどうしたかね、臨場感あふれるプレーが見れると思うんですけど、聞こえんのかな。芝生も触って OK とのことだったので、ささ触ってみたいと思います。こんな感じ、こんな感じって触るわけないんだけど、どうかな。あのね、芝がなんか 1,2 週間前にちょっとバサリ勝ったらしくて、開幕戦よりもちょっと短い芝になっていることとのことです。でも水まきしたのかね、ちょっと湿ってるんだよね。そうそうそう、こんな感じでちょっと艶がわかるかな。そうなんですよ。でもめちゃくちゃね、いいよこの芝それはそうなんだけどさ、いやーもうこれが日本一の芝ですからね。ベストピッチ賞最多受賞してる芝ですから。試合日以外ではちょっとね、ここら辺来たことあったんですけど、試合当日のこの様子なんてね、基本的に無理だからね。いやー、なかなか貴重な体験とこの映像とかね、動画を送らせていただけて本当にありがとうございます。マジで貴重な体験ですこれ本当に。でちょっと進ませていただくと、ここに、選手の、ベンチですね。これも座っていいってことだったんで、ちょっと座らせていただこうかなと。よいしょ、こんな感じです。屋根ががっつりあるんで、めちゃくちゃいいですし、外観がこんな感じです。見た光景だとね、ね、いいな、このピッチサイドからここね、選手の特権なんだけどね。いや、いいね。しかも結構ふかふか結構ふかかそして選手入場のするここなんですけど、新しく今シーズンからカーペットっていうのかな、これは、うん、多分そうだと思うんですけど、カーペットがエンブレムのやつ、めっちゃかっこいいの敷かれてて、でその目の前に、ダゾーンでよくね、リカルド監督がインタビューとか受ける、ね、場所があったりと。てかマジこれかっこいいな、これかっこいいな。てか普通に一般販売してほしいんだけどいや、でかすぎるかこれは。いやでもいいですね。うわー、なかなか臨場感があふれるスタジアムって本当に俺好きだからな。だからアイスト好きなんだよな。待って、パルちゃんたちおる。こんにちは。
こんにちは。なんか見覚えのある顔があるんですけど。あ、どうも。あれ、え、寝返ったんすか。何が寝返ったんすか。あ、ごめん、ちょっと J2 は言語違うからかよくわかんない。いやいや、日本語、日本語、日本語、やばいんです。あ、そうでした。やばい、やばい。お邪魔してます、皆さん。バティスタ TV のバティです。あ、僕の対面では1回目ですね。そうですね、対面で実は会うの2回目なんですよ、うん。いやね、特に話すことはないですね。1回目はもう知らん。去年のことはもう忘れましょう。確かに。あの、皆さんも忘れてくださいね。リスタートですから。そうそうそう、今年から始まってますから。そう、 B0 から始まる J2 生活ですから。いや、うまく言うな、うまく言うな。めちゃめちゃ今うまかった。こちら東京バナナを、はい、あの、誕生日プレゼントにいただきまして。いやいや、もうこれぐらいしかできないんでね、もうよろしくお願いしますね。いやいや、よろしくお願いします。めっちゃ吸ってる。パス先に勝ったからってダメだよ。ルヴァンだからね、あれ言ったでしょ。ルヴァンは罠だからね。ビビロはまあ4位とかでいった。あ、頑張りましょうね、我々。頑張りましょう。はい、一緒に上がりましょう。はい、一緒に上がりましょう。一緒に、一緒に待ってますんで。あの、1位清水、2位大分。いや、1位大分、2位清水、うん、1位清水、2位大分。いやいや、1位大分、2位清水。1位清水、2位大分。
田生命 J2 リーグ第4回の続いてグループです。ナイスナイスナイス。うわサンタナうわぁ惜しいなぁ。うわぁまだ決まんないか。おぉ決めてくれ、早く決めてくれ。また引き分けかよ。お疲れ様でした。引き分けです。まあ試合後感想の動画で試合のコメントは言ったんでここで控えるんですけど、いやーまあちょっと落胆のね気持ちはありつつも、まあちょっと帰らないといけないので経営者さんのねバスが送迎のバスがあるんで一回戻ってご飯食べて、はい過ごしたいなと思います。ゆっくりとね、もうまったり行こう今日は。そうしよう。ただいまです。バスガルド楽で品で帰りめちゃくちゃ楽です。これから経営者さんのところでご飯があるらしいので、じゃあちょっとお店の中入ります。
ごちそうさまでした。スピード6時3枚、これとはい、これとはい、これあれです。ここでここを破って、はいはいはい、やったなんかごめんなさい、すごいやらせ感出ちゃってけど。外れ。外れ。すごい。これ何パーセント何枚？600分の1。どこ？せっかくだから。これ。お、マッチ。モテな。ほら。表がエスパルスで裏が。こんな感じ。めちゃくちゃ楽しい日になりましたよ。まあ、試合の内容以外なんですけどね。ということで、ケンショウエンさんが今回あの、ねイベントとして、エスパルスとタイアップで、やっていたこのツアーみたいなものなんですけども、ここでケンショウエンのそこの瀬川店さんのところで集合して、送迎用のバスが、はい、ありで、スタジアムツアーの方があり、そしてチケットもあって、で最後送迎の帰りの、ね、バスもありつつ、ご飯もいただけて、これで1万円ですからね、マジでお得だよ。てか なんならね、向こう赤字なの大丈夫なんじゃない、みたいな感じだと思うんですけども、こういう素晴らしい客やってくださって本当にありがとうございます。次が確か、担当の方に聞いたらやれそうなので、もしよかったらエスパルスの公式ホームページのところでこれから乗ると思うので、そこのホットコロをチェックしてみてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイチャー。あ、ちなみにこれマジでやらせじゃないんで。バイチャー。ようこそグレモルの日常へ。チャンネル登録、そして高評価、グレモルの日常よろしくお願いします。シミーズエスパース。